どうも。なんでカメラを回してるかというとですね、プレイフェアさんからですね、何か荷物が届いたんですけど、僕何もちょっと聞いてなくてですね、ちょっと困惑しております。ちょっと、こういうね、住所が見えてしまう。モザイク処理をしないといけないですね。トランプらしいです。上げていこうと思います。動画映えって書いてある。フューチャーズの空箱が空が入ってる。せい、またですね。せい、またですね。なんか延々と出てくる。これは失礼ですけど、ゴミ？ゴミか？なんだこれ。なんかめっちゃ出てくるし。すごいな。なんか感覚が。ててててててて。おー！ウィンドウですね、これは。ウィンドウが送られてきました。プレイフェア氏から。こっちにも書いてあるんですけど、僕お土産をね、泉さんに持ってって、それのお返しみたいです。このね、本店フューチャーズの残骸の中にまさかのウィンドウが入ってます。ちょっとね、これ開けてね、レビューしていこうかなと思います。届いた日に撮ってないんですけど、今これ服装がちょっと違いますね。いやでも1個でもね、こうやって丁寧に包装してますよね、いつもプレイフェアさんはね。デックってほんとね、その箱が傷みやすいですし、僕はあんまり気にしなんないんですけど、すごいその角の潰れとかを気にする方も結構いたりするんですよね。なので結構ね、こういう1個でもね、ちゃんと保存してくれるっていうのは非常にいいですよね。うん、はい、ウィンドウです。で、ちゃんと2000個ですね、これは。いつも通りのディストリビューテッドバイ本店カーズロサンゼルスカリフォルニアメイドイン USA って書いてありますね。で、こっち本店って書いてありますね。はい。で、最近なんですけど、本店ってここシュプリームバッグだっけね、って書いてあったのが、最近はなんかウィンドウとかチョコレートとかいろいろ入るようになりましたね、ここら辺が。で、このウィンドウってその何が面白いかというと、その絵柄がその反転して、その本店の F から見えるようになってるんですよね。これがそうきたかと。デザイン的に僕はすごいこれ気に入ってて、ずっと欲しい欲しいって言ってて、それをね、見かねた泉さんがプレゼントしてくださったんですけど、ちょっと開けていこうかな。で、最近本当USB-C のレッグ開けやすくなりましたね、このね、ピロピロがさ、なんかね、もうそもそも切れ目が入ってるみたいな感じですね。はい。
感じですね。かっこいいですね。よし。はい。よっ。5回超ってやつですね。よいしょ。うん。こんな感じですね。ちょっと何の柄かわかんないですね、この状態だと。はい。で、本店って書いてあって、ジョーカーが2枚ですね。で、こっちもちゃんと逆さっていうか反転して模様になってますね。で、いつも通りのフェイスですよね。特にいじってないやつですね。今年のデックはね、泉さんの方の動画でもちょっと触れたんですけど、あんまりフェイスをいじらないのがちょっとなんかトレンドというか、原点回帰みたいな感じで戻った感じはありますよね。で、スペードのエースですね。これとかちょっとなんか分かりにくいですね。スペードのエースです。あ、これ面白いな、やっぱ。一枚一枚なんか紹介していきたいですね。ちょっと時間かかっちゃうのでやめときますけど。そっか。スペードの4とかって、その真ん中がさ、何も柄ないからさ、普通の黒い本店みたいな感じですね、これだと。だから4とかなんだろう、あと 6? もそうやな。6もそうですね。あとは、そうだね、4と6かなは、その普通の黒い本店みたいな柄になるっていう感じですね、こんな感じで。うん。これはちょっと特徴的ですね。非常に、うん、で、これがなんか模様ですね。模様というか、ウィンドウだ、ウィンドウ、窓ですね、うん、ウィンドウのなんか絵です、これ、うん、これね、面白いですよね、一枚一枚。で、こっちはいつもの広告カードですね、うん、わー、これ素敵ですね、結構やっぱ。うわー、嬉しい、これめっちゃ嬉しいわ。かっこいいもんね、やっぱ。うわー、これおしゃれだわ。ハートのさんがさ、ほら反転してて、これいいっすね。うわー、これ実物さ、ちゃんと見てなかったから、触ってはいたんだけどさ、わー面白い。あーね、うんうんうん、絵柄はやっぱこうやってさ、これは面白いっすね。よいしょ。これジャックス、クイーン、キングですけど、こうね、裏側にするとこうやってやっぱ分かりますね。トランプやってる人だったら、トランプやってる人というか、マジックやってる人とか、フラリッシュやってる人は、まあ、大体絵柄って把握されてると思うんで、あ、これジャックやみたいな、これクイーンや、これキングやって分かりますね、これは。うん、めっちゃいいじゃん、これ。うわー、ダイヤもいいな、これ。うわ、マジか。これはいいものをちょっといただいてしまいましたね。本当にありがとうございます、泉さん。いやー、まあ質はね、その特に言うことはないんですけど、まあ普通の本店って感じはしますね。うん。でも心なしか、ちょっと滑りが落ち着いているような気もしなくもないですね。うん。多分気のせいです。うんうん。いや、いいなこれ。かっこいい。うん。うんうんうん。まあ、薄さもね、最近のデックと同じくらいの薄さですね。基本的に僕ジョーカー抜くんですけど、やっぱ今年に入ってのデック、いや、まあ去年、一昨年あたりですかね、一昨年あたりからずっとそのクラッシドストックってやつでトランプ作られてはいるので、かなりプレスされてね、薄くなってますよね。なんかプレスしてるって話は聞いたことありますね、紙が。うん、いや、いいですね、これは。
レビュー動画ってちゃんとね撮ったことなかったので、なんか初めてなんですけど、うん、なんかこんな感じでいいんですかね、うん、比較対象か、比較対象ね、そうだ、比較対象を用意しましょう。でんでん、ちょっとあの黒い本店がすぐ出てこなかったので、ちょっとワインとあのピンク、あとグリーンですねをちょっと持ってきました。うん、自分でも思うにこんな持ってたんやな自分って。うん、でワインは去年のやつですよね。うん、あ、もうここら辺りからそのワインエディションって入ってますね、ここに。あ、暑いっすね結構。うん、ジョーカー抜いてないにしてもだよ、ちょっと暑めな気がするぞ。今年やっぱすごいんですかね、なんか薄い気がします、とても。うん、うん、このワイン本店は僕全然触ってないんですけど、これ見る感じでも、うん、2枚くらい薄いですね。あ、落ちました。これがあの幻のピンクですね。かなり流通量が少ないやつですね。これ結構使っちゃってて、ちょっとね、エッジが黄ばんではいるんですけど、これ非常にいい色なんですよね、ピンク。で、かなりこれってパケット分けがしやすい特徴がありましたね、このピンクみたいな。あ、もう滑らないですね、もう。あ、もう。パンが綺麗に広がらない、まあ、パケット分けがしやすいっていうのはすごい非常に、まあ、いいんですけどね。で、この時のあのピンク本店はあのちょっと見にくいですけど、シュプリームバックって書いてありますね。うん、未開封持ってたかなピンクな、ちょっと忘れちゃいましたけど、多分開けてないのがあると思うんですけどね。ピンクはあれですよね、いつだっけな、黒の次だよね。まだすごい今本店は今も売れてますけど、本店全盛の時代といいますか、うん、その時のやつですね。その後にあのグリーンの本店が出たって感じだった気がする、記憶が定かじゃないですか、間違ってたらごめんなさい。あ、これもちょっと若干黄ばんでますね、やっぱちゃんと使ってますね僕思った以上に。うん、やっぱね薄いっすね。うん、多分これジョーカー抜いてるよな、ジョーカーは抜いてはいると思うんですよ僕も。なんで、うんですね、薄いな。まあこれ使ってるっていうのも あるんですけど、5枚くらい薄いっすね、なんかこの時のやつ。グリーンは5000個作ってますね。うん、グリーンも結構買った記憶があるんですけどね、どっかに眠ってそうですね、ちょっと機会があったらね、あのちょっと放出しようかなと思いますけど、はい。まあ、そんな感じでね、この3つちょっと近場にあったので出してきましたけど、非常に今回、まあ、今年の本店ってか今年 の, あの USB-C のトランプっていうのは非常に薄い特徴があるなと思っていますと。で、あのエニワンのね、あのエッグも非常に薄いですけれども、エニワンと本店の違いっていうのは何ですかね、そのやっぱエニワンの方が若干そのパケット開け、パケットを捉えやすいような気がしますね。本店ってなんか滑りすぎるんですよね僕からするとですけど、うん、うん、いやでもこのウィンドウのねデザインはやっぱもう、うわ考えもしなかったなって感じでしたね。ちょっと1枚座布団1枚ですねこれは本当に。
なかなかやっぱデザインは好きなので、これ本当にありがとうございますですね、うん、ちょっとね大切にしたいと思います。よいしょ。まあ、本店はね、その僕がフラリッシュカーディストリー始めていつやっけな、覚え出せないですけど、またまあ赤からね僕はずっと本店で買ってきてたんですけど、赤が出た時っていうのは当時確かね1000円くらいでしたね、日本円で、うん、9ドルとか8ドルだったのかな当時、ちょっとわからないですけど、まあ、そういうこともあって今のトランプ店非常に高いなって思いますね。1個だって15ドルとかでしょ、15ドル以上でしょ、そういうブランドもののそのトランプってね。いや時代は変わりましたね本当に。今のねやっぱ今から始めた人っていうのは非常にちょっとかわいそうだなって思ったりっていうのはありますね、そこら辺の、うん、時代の流れですけどね。いやでもその本店、今回そのね本店フューチャーズとして6つだよね、うん、デク出ましたけど、今回のね一番の目玉はやっぱり500ですよね。まあプレキュアさんのね動画ではね500かなりクローズアップされてますけど、まああとポルカドットグリッチみたいなところっていうのも非常にまあ希少価値は若干高いってことですよね。うん、まあどこまで行ってもデザインがやっぱりそのウィンドウズエディションが僕は好きなので、これねちょっと手に入れられて非常にちょっと嬉しいですね。うん、まあ、きっとね来年再来年と本店と続いていくと思うんですけど、まあどこまでねなんか驚かしてくれるのだろうか、楽しませてくれるのだろうかっていうのは非常にちょっと来年のねカーディストリーコンもそうなんですけど、ちょっと毎年の楽しみみたいな形になってて、まあすごいなんかいい文化ですよねこういうのですね。うん、まあ、そんな感じでですね今回の動画ちょっと終わりって形で、はい、突然ね送られてきたので、はい、嬉しいですねこういうの。ということで、また来月か再来月ちょっと動画をもう1本2本出すかもしれないので、またその時にお会いしましょう。では。